はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソ一気製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さん新パックは剥きましたでしょうか。さあついにね、マスターデルの環境が崩壊してしだしたと、言われているんですけれども、見てくださいこれ。はい、優勝しました、ありがとうございます。アルティメット課金料をしてますんで、私ね。はい、なので聖殿の水使いのロイヤルが出ました、当たり前に。はい、でこの聖殿の水使いさんとアラメシアの儀っていうなんかぶっ壊れカードが実装されまして、ついにマスターデュエルにも、まあ、世界終わったって言われてるんですけども、このカード何をするかっていうと、まあ、非常に優秀な出張パーツであると。アラメシアの儀って勇者トークン出すんですよ。で運命の旅路貼るっていう効果なんですけども、この旅路が勇者トークンのカード名が記されたカードを手札に加えるっていう効果を持ってまして、でそれでグリフォンライダーっていうモンスターを持ってくれるんですね。でこれが、何でも無効にできるんです、カードの効果を。でグリフォンライダーは運命の旅路で持ってきて展開するんですが、ここまでで召喚権使ってないんですよね。一応このカード発動するときに制約がかかって、このカード発動するターン自分は特殊召喚されたモンスター以外のフィールドのモンスターの効果発動できないっていう、なんか合ってないような合ってないような制約がかかるんですよ。だからこの制約と相性のいいデッキはとても相性が良いというか、まあ水使いとアラメシアを入れることができて、だからまあまずはグリフォンライダーを立てて、相手のそのニビルとかなんかそういうウララとかなんかケアしながら動けるっていうことですね。はい、でケアしながら何したら一番強いかっていったら、それ当たり前にハリアドンと、ハリファイバーとラドンから展開していくのが一番強いっていう話があるんですけれども、まあ、今回はそのアラメシアのギーと喧嘩しないように、なるべく特殊召喚、召喚したモンスターの効果発動しないようなデッキにしました。例えば、まあ、ゾンビキャリアとか、まあ、カーボレドンとか、あとそれからベイグマックス、この辺のモンスターたちはですね、全部1枚で、特殊召喚か、墓地効果を使ってハリファイバーが出せるカードなんですよ。例えばデスガイドとかああいうモンスターとかを使ってしまうと、なんか召喚した時の効果なんてダメなんですよね。だから、まあ、クリッターとかもです、クリッターとかゾンビキャラとか、こういうジェットシンクロンとかね、こういうね、墓地送られて効果発動するようなモンスターでハリファイバー作っていくと、勇者ギミックと成立させることができるんですよね。で今日はですね、もう夢の共演なんですけども、夢というか、まあ、地獄というか、やりたい、盤面がありましてですね、OCG ではありえなかった盤面が、なんとマスターディールではできるんですよ。勇者が登場した段階でもう VFD が OCG では禁止だったらしいんですが、マスターディールでは何でか知らないけどリミット1に残ってるんですよね。なので VFD とバロネスとデスフェニーと勇者、これが全部ね1ターンで並びます。世界が終わります、簡単に言うと。早速ねこのね、クソリッキをねぶん回していきたいと思いますんで、回し方は、実践をご覧いただきながら見ていただければと思いますんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。私の名はクソリッキ製造マシーン、この世界を終わらせに来た。ハンド強ハンド強。なるほど、まずは聖殿の水使いを発動。聖殿の水使いの効果により自身を除外することにより、勇者トークンを生成できるアラメシアの儀を手札に加えさせてもらう。何、外鳥か、これは外鳥だな。外鳥ってなんかみんな呼んでるけど、なんかちょっとかわいそうだよねまあ強すぎるからしょうがない、まあ、多分フアンダリーズっていう最強デッキだと思うんですけども、やばいんですよね、あのデッキ。またちょっと動画にしようかなと思ってますけども、あのデッキ本当に他のデッキとメタが違いすぎてマジで強いんで、はい、外鳥と呼ばれるゆえんもね分かるかなと思います。強すぎてね、強すぎて愛を込めて外鳥と呼ばれてますからね、はい。さあアラメシアの儀の効果を発動。アラメシアの儀の効果により勇者トークン、さあここから始まる俺の物語、俺だけの物語、お前の物語を始めない。今からお前の物語を終わらせて俺だけの物語を始めるぜ。そしてまずはカーボネドンを攻撃表示召喚、そして運命の旅路の効果発動。モンスターが召喚特殊召喚に成功した場合、ドラコバックを手札に加えさせてもらうぜ。そして運命の旅路の効果発動。運命の旅路の効果により勇者トークンのカード名が記されたカードを1枚を手札に加え、そして手札を1枚墓地に送るという効果。これによってドラコバックを墓地に送り、これでね一応ね手札コストがなんかそのなくなるみたいなもんです。でドラコバックの効果、ドラコバックの効果によって勇者トークンに装備していく。そしてその効果に注意し、グリフォンライダーの効果発動。グリフォンライダーは勇者トークンが存在している場合、相手の効果を何でも1回無効にして敵に戻るっていう効果を持ってるぜ。
ふーんこれ強すぎだな、これ強すぎだな、これでもうなんか2ビルとか投げられませんからね相手。だからなんか他の誘発でも何でもね、なんか何でも投げられません。まああのデッキ2ビル入ってないと思うから、なんか冬桜とかあったら投げられません。はい、事実ね、今はもう。そしてカーボルドンの効果発動、カーボルドンの効果によって墓地から除外すると敵からガードオブフリンブル特殊召喚ができる。そしてチューナーとチューナー以外のモンスターをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン。これがね、伝説の幕開けですよ。グリフォンライダーしてからハリアドンするっていうね。ええ、終わりましたね、マスターデュエル。まあ、始まったとも言えるし、終わったとも言える。完全に終わりました、このゲームは。完全に終わったと言っていい。ジェットシンクロンを特殊召喚。そして、ジェットシンクロンとハリファイバーで、リンク召喚。現れろ、アウローラドン。あ、ちなみにこれ、ジェットシンクロンじゃないと、このグリフォンライダーが出てきた、後にね、出せないんですよね。その、枠が埋まっちゃうんで。だから何でしたっけ、文房具001はちょっとダメですね。勇者トークンとグリフォンライダーの横に展開できなかったので、ジェットシンクロンじゃないとダメっていう。これね、ハルグララ捨てるっていうね、地獄みたいなことできますよ。そして幻獣機アウロラドンの効果発動、このカードの効果により自身とトークンをリリースすることにより、敵から幻獣機モンスター一体を特殊召喚できる。現れろ、幻獣機オライオン。そしてレベル3のトークンにレベル2の幻獣機オライオンをチューニング、シンクロ召喚ガーデンローズメイデン。今から皆さんにはね、地獄の展開方法をね、お教えしますよ。まずはガーデンローズメイデンを特殊召喚し、そしてオライオンの効果発動、オライオンの効果により自身が墓地を借りた場合トークンを生成できる。これによって、墓地からジェットシンクロンを特殊召喚していく。墓地のジェットシンクロンの効果、手札をおしまい、ウララをぶん投げて、ウララぶん投げるとかいうやばすぎる効果。そしてジェットシンクロンを特殊召喚、そしてレベル5のガーデンローズメイデンにレベル10のジェットシンクロンをチューニング、シンクロ召喚。現れろ、コーラルドラゴン。レベル6シンクロドラゴン族、あまりに優秀なステータス。そして、レベル3のトークンにレベル6のコーラルドラゴンをチューニング、シンクロ召喚。皆さんここでね、シェンシェン出してたと思うんですけども、シェンシェンアーキです。これね、カラクリ大権現ブレイブとかいうなんかヤバすぎるモンスターを出しますと、なんとですね、まあ、やばいことが起きるので、まあ、見ててください。チェーン1コーラドラゴンの効果、そしてチェーン2、カラクリ大権現ブレイブの効果発動、デッキからカラクリモンスター一体を特殊召喚できる。現れろ、レベル1チューナー、そしてコーラドラゴンの効果でワンドロー、マスタスも引いた、完璧だ。そしてレベル9のカラクリ大権現ブレイブにレベル1のカラクリチューナーをチューニング、シンクロ召喚。現れろ、世界最強モンスターフェルトバロネス。さらに墓地で存在するガーデンローズメイデンの効果発動、ガーデンローズメイデンは墓地から除外することにより、自身の墓地の、ドラゴン族モンスター、ドラゴン族シンクロモンスターを特殊召喚できる。これによって再び現れろ、コーラルドラゴン。そしてレベル3の幻獣鬼頭君にレベル6のコーラルドラゴンをチューニング、シンクロ召喚不夜城。この謎の城はシンクロ召喚に成功した場合、墓地のレベル9モンスター一体を特殊召喚できる。これによって不夜城の効果によりブレイブを再び特殊召喚。そしてブレイブと不夜城レベル9のモンスターが2体、レベル9のモンスターが2体来るぞ、ユーマン。レベル9のモンスター2体でオーバーネットワークを構築、エクシス召喚。現れろ、神竜王 VFT ザ・ビースト。そして最後の挨拶、フュージョンデスティニーを発動、フュージョンデスティニーの効果によりデステルヒーロー、ディバインガイト、ダッシュガイオ、墓地の振り、世界最強融合モンスターデステルヒーロー、デストロイフェニックスガイ、ガッツポーズしながらドーン。はい、世界終了。はい、世界終了しました。ありがとうございます。これによって相手はまあモンスターの効果を、まあ、フィールド上のねモンスターの効果を発動することはできず、ちなみに一応風属性って言ってますから、じゃあまあ、多分あのデッキは外調できたんで、風属性って言っとけばもう何の効果も発動することはできないでしょう、おそらくね。これで VFD の効果により完全モンスター効果無効、攻撃できない。そして、何らかの効果はバロネスとグリフォンライダーで無効にしていく。何でも無効が2回、 VFD でなんか制圧が1回、そしてデスペリでなんか破壊が1回、あまりに強い。世界終わりました、完全に。相手サレンダーしたいのすごいですね。世界終わらせる盤面作ったんですけど、一応こっち、これがマスターデュエル、 This is マスターデュエルみたいな、これはスルーでいいか、あまりに強すぎる。
デクダなんて6枚引いたところでどうでもいい。なんでかって、あいつらも何もできねえからだよ。何もできねえはずだ。はい、金券、ロビーナちゃん、いいじゃん。マクロコスモス、いいだろう。なかなかいいカード入ってんじゃねえか。まあ、召喚して効果発動できるもんならしてみな。ちなみに、攻撃もできないんで、あれっすよ。まあ、謎の地図からのレベル1、2体展開して、何でしたっけ、アーゼウス、アセンブリーナイチンゲール化のアーゼウスムーブさえもできません。はい、完全に終わってます。残念でしたね、ロビーナ、なるほど。ロビーナの手札から公開して、イグルンも除外して、ロビーナも召喚するってか。なるほど。イグルンの回収効果は一応、風属性モンスターだから、発動できんぞ。おっと草。なんか、ディメンションアトラクターアドバンス召喚されましたけど、これどういうことですか、これ。何置き、伏せカード怖いですね。伏せカード怖いので一回破壊しますか。さあ、デストロイフェニックス外の効果発動。お前のフィールド上のマジックトラップカードを1枚選択し、そのカードを破壊させてもらうぜ。冒険いいだろう。そしてデストロイフェニックス外の効果発動。自身は墓地より蘇る。そう、不死鳥のようにね。残念でしたね。悔しいでしょうね。悔しいでしょうね。これがね、これが令和のね、これ令和のマスターズやるデッキですよ、これ。これが令和展開。カードパワー。神ゲー。さあ、お相手の方。ラドリーメイドミラー来た。このラドリーメイド、めっちゃいいんですよ、これ。これバトルプレイ中に変身するんですよ、これ。これめちゃくちゃ可愛いですよ、これ。マジでみんな買った方がいいと思う。なに、天勇者だな。なるほど、いいだろう。なんだ、まだまだ、天勇者かかんねえか、天勇創業もかもしんねえか。まだは、まだまだ、あれですね、ニビルとかいうカードは、まあ言うてこのデッキには刺さるんで、まあ引いてるからなんとかなるでしょう。ニビル、抹殺の指名者打たなければなんとかなる。さあ、爆破ムーブか。石章からの龍炎で、龍炎特殊召喚したところで、ニビルトークンをぶん投げれば、なんとかなるんじゃねえか。バクヤとトークンでシンクロ召喚。まずは石章が出てくる。いいだろう。そしてバクヤのドローも止められねえ。好きなだけ展開するんだな。ただお前が5回目の召喚、特殊召喚をした場合、俺はアルマゲドンの準備ができているぜ。エアロスミスが流れるぜ。あ、龍炎いいだろう。龍炎の効果いいだろう。龍炎の効果によって、手札の幻竜族モンスターを墓地に送って、自身を特殊召喚し、トークンを生み出す。そしてこの後にバロネスが出てくるとやばいので、ここで I don't wanna close my eyes。 いけ原生命体ニビル爆弾。うわーどーん。あ、これ抹殺用に入れてました。抹殺用に入れてましたから、なんか第1手目に都合よく引いてるんで、ワンチャンこれあります。ワンチャン、まあ高校取っても、何てめえニビルを返すだと。5800トークンでどうにかしようというのか。何大霊峰双剣棒。これは双剣モンスターを蘇生するカード。まずい、やべえ。言うて魔法、あ、表側のカード1回向こうが飛んでくるぞ。非常にまずいな。なるほど。あ、1回ドラコバック来たから、これあれだな、まあ、勇者ギミックで踏みに行った方がいい。運命の旅路の効果発動。運命の旅路の効果により、デッキから静電の水使いを手札に加え、そしてこれは何をすればいいんだ。言うて何も、これがいらない、自分はいらないか。これニビルも使わないな。石章は残念ながら効果を無効にするだけなんで、ベイゴマックスは残りますね。これね、ベイゴマックスを特殊召喚しよう。ベイゴマックスの効果によってスピードロイドを持ってくる効果があるが、これを先に発動しておかないとモンスターがいない状態にならないから、まあこっちしかないな。まずはベイゴマックスを特殊召喚して、ベイゴマックスの効果発動。タケトン防具を手札に加えたいがよろしいか。さあどうする関翔くん、使ってくれてもいいんだよ。おっと、なるほど龍一。さあまずは関翔の効果を発動し、ベイグマックスの効果を無効。まあまあまあ、そんぐらい全然いいでしょう。まあ、手数は意外とあるんでね、今のターンドだったら。そして静電の水使いの効果を発動。静電の水使いの効果により、自身をゲームから除外することにより、アラメシアの家とかいうぶっ壊れカードを手札に加えることができる。ちなみに俺は静電の水付けのロイヤル加護を引いた。完全に優勝しました。そしてアラメシアの儀を発動。アラメシアの儀の効果により勇者トークンを特殊召喚。
そして勇者トークンに史上最強のマジックカードドラコバックを装備。ドラコバックは装備されている場合、相手のカードを1枚バウンスできる史上最強効果を持っている。これ高校バックで結構使えるんですよね。でドラコバックでトークンがちょっと打点が高すぎるんで一回消えてもらって、そして、オライオンを召喚、そしてチューナーを含むモンスター2体でリンク召喚。こっから俺様はハリアド殿下をしていくぜ。行け、クリストロン。あれファイブ。オッケー。さあレベル9のブレイブにレベル1のカラクリチューナーをチューニングしていくぞ。シロクニシをチューニングし、あらあらろ、フルールドッパラです。うおー、つえー、バロネスの効果発動。バロネスの効果によってめえの石章を破壊させる。そして墓地に存在するガーデンローズメイデンの効果発動。ガーデンローズメイデンの効果により自身を除外し、コーラルドラゴンを特殊召喚。そしてレベル3のトークンにレベル6のコーラルドラゴンをチューニングしていくぜ。シンクロ召喚、現れろフィアチョウ。これ多分展開が同じなんで多分この辺は飛ばしますね多分。どうせ同じなんで先行展開も後行展開もそんなやること変わんないっていうね、はい、でフィアチョウの効果、カラクリ大権限ブレイブを特殊召喚していくぜ。レベル9のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシェンジ召喚、世界を終わらせに来た、この戦争を終わらせに来た。現れろ真理王ザ・ベイスト。戦争を勝手に始めて戦争を勝手に終わらせるモンスター。そしてそう、これが変身している。見たか、ラドリーが変身するんだこのドラゴンに。なんて美しい、このメイト、ドラゴンメイド種類の全種類で欲しいな。対戦ありがとうございました。お釣りなしちょうどだぜ。やっぱこのデッキ最強だったわ。さあお相手の方、おっと誘発は1枚までケアできるぞ。大丈夫か。この史上最強のカードから発動してがよろしいか。聖典の自らの効果発動。聖典の自らの効果により、まあ、言って言うて誘発をね撃たれるっていう前提で動くとね、ハリアドが通りやすいですよ。水しか通るんですかこれ。あれ誘発ないんですか、甘いじゃないですか。世界終わりますけどまあちょっとフュージョンデスティニーないですけども、言うてあれですね、この勇者からの、バロネス VFT っていうのがヤバすぎる盤面はできますよ。さあ化石調査の効果によって、化石調査によって恐竜族を持ってくることもできるがよろしいか。あれなんか全然いけんじゃん。なんだお前、甘えてんのか。おい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 、ダラドルじゃねえかおい2ミリもケアできるぞ、マッサされるからなこっちへ。おいねえ、カーボルドを召喚して、運命の旅路の効果発動。運命の旅路の効果によってああ間違えた、ドラコバックを手札に加えていく。そして運命の旅路の効果を発動。運命の旅路の効果によって、勇者トークンの名前が記されているカードを1枚手札に加えていく。そして手札に加えたらドラコバックを墓地に送ることによって、ドラコバックは墓地からトークンに装備することができる。よし、まあ、一応ね運命の旅路の効果でなんかそのトークンというか装備カードを装備してると勇者トークンがなんか戦闘で破壊されないっていう1回だけ一旦に。なんで一応ね装備しとくと割とちょっと硬いっていう話がありますね。まあ、他のモンスターが突破できないとあんま意味ないですが相手。そしてまあアルミラージを特殊召喚していくしかねえぜ。まああとはまあここからハリアドンするだけだからな。結局なんかあんま言うことはねえ。もうやべえなこのデッキ、やってることやってることやばすぎないですかねこれ。勇者バロネス VFD、 これ大体これはできますね。まあ、最低限バロネス VFD は出るんですけど、あれがあるから、ハリアドンができるから、ラドンできんくても勇者があるし、フュージョンデスニーがあるし、まあ、どれかは立つかなって感じですね。まあ、上振れるとどれも立つっていう。まあ、一応エルドリッチケアして、あんまりいないと思いますけど、光っておきますか。これ何っていうのがいいんだろうな。わかんねえや。今の環境。VFD の効果って、相手のデッキの内容分かってないと、なんか運ゲーみたいなのがあるじゃないですか。だから手札から発動される効果も発動されたくないので、まあ、不安だリーズが多いとしたら、風属性って言っときゃいいのかな、これ。手札から発動する効果あんまないんで、除外されてる効果ですけどね、不安だリーズ君、発動するとしたら。サレンダーに俺は5000万ペリカをかけるぜ。残念だったら、
いや、やっぱりね、皆さん1個言えることはね、ラータマ入れよう。